ウレオ側の氷塊作品30は、ジャンシベリウスが1899年に作曲した楽曲。語り手、男性合唱と還元楽のための即興曲と、銘打たれている。テクストが取られた、スウェーデン系フィンランド人の詩人ザクリスト・ペリウスの詩は、ロシア皇帝アレクサンドル2世に検定されたことにより、検閲を逃れた作品だった。 本作はフィンランドを対抗国の自治権を制限しようとしたロシア帝国への明白な抗議の楽曲だった。曲はサボニアカレリア学生協会の宝くじイベントのために作曲され1899年10月21日のイベントの場で作曲者自身の指揮によって初演された。本作は政治的文脈の中で作曲された。現在のフィンランドはロシアが 第二次ロシアスウェーデン戦争で領土として獲得し、フィンランドを対抗国として支配するまでスウェーデンの一部だった。国会、通貨、教育がスウェーデン語とフィンランド語で提供されたという意味においてこれは初の自治であったが、ロシアのフィンランド総督、ニコライ・ボブリコフはこれらの自由を制限し、教育現場で使用できる言語をロシア語のみにすることすら提案した。シベリウスは、 抑圧的な検閲に抵抗する愛国的生命として楽曲を制作し、ウレオ側の評価が10月21日に、ヘルシンキのサボニアカレリア学生協会の宝くじ会場で、そして2週間後には、フィンランディアが新聞の日を祝う一環として初演されたのであった。シュベリウスは自ら初演のタクトを握った。同じ主題は、無伴奏少年合唱のための、 ナホデン・アンダスにも流用されている。彼は初演後に、改訂すべしと書き入れており、これは後日実行された。開票現象は、北方の国々で、冬の終わりを告げるとともに物事を動かし始める、毎年の風物詩である。本作のテクストは、スウェーデン系フィンランド人の詩人であるザ、ザクリス・トペリウスの詩から取られている。詩の中では表題になっているウレオ・カワ以外にも、 フィンランド中の多くの河川の名前が挙げられている。トペリウスはこの作品を皇帝アレクサンドル2世に捧げることによって検閲を防いだ。シベリウスもトペリウスと同様、凍結した川をロシアからの抑圧のを表すものとして解釈し、砕ける氷を自由の象徴に見立てた。彼は初演の際に曲に秘められた意味を認めている。初演は、 アテネ人の歌に続いて演奏される形で行われたが、アテネ人の歌は半年前に初演されていた自由を歌う楽曲であり、フィンランドの愛国主義者に高く評価されていた。楽曲には語り手、男性合唱と還元楽のための即興曲と副題が付けられている。この副題は、シベリウス自身が本作を表現した言葉であり、これ以外にもメロドラマ、カンタータ、 合唱組曲などと呼ばれる。曲の開始と終了は、金管の和音で強調された語り手の呂唱によって行われる。中間の部分は劇的な合唱となっており、多くの場面は還元楽伴奏付きのユニゾンで歌われる。親しみやすさと一部の還元楽の効果の観点から、本作はフィンランディアのための終作だったのではないかと考えられている。注釈出典。 ありがとうございます。